はい、今回ナミさんのね YouTube はやる理由っていうことで赤裸々に語っていただきましたけども、今日は一点私も返信動画っていうのを作らせていただこうかなと思います。この YouTube はやる理由で最大のものはやっぱり集客ですよね。で、事業をしているビジネスをしている人が何が困るかっていうと、自分の商品を買ってくれるお客様が見つからない、要するに集客ができてないってことなんですよ。で、集客をしようと思ったら広告料を払ったりホームページを作ったりとコストがかかるんですよね。じゃあコストがかからずに集客しようと思ったらどんな方法があるのかなと思ったら、昔はブログとかツイッターだったんですけども、今圧倒的に影響力があるのが YouTube なんですよね。 YouTube の視聴者数っていうのも増えてますし、視聴者さんも増えてますし、そして YouTube を作る人も増えてるんですよ。要するに市場が伸びてます。市場が伸びてるところに自分が乗っかるのか、それともそこを放置してただ眺めているだけなのか、これだけでもビジネスチャンスがつかめるかどうかって大きく違うわけですよ。ですんで、ビジネスをされている方、自分が事業主だと思っている方、その自覚がある方は YouTube をやらない選択はないです。 YouTube をやってないとしたらもうビジネスマン失格なわけなんですよ。これは実はね、サラリーマンさんにも言えます。自分の会社で何か商品を必ず売ってますよね。その商品を YouTube を使って広告宣伝をしないってことはもう敗北宣言なんですよ。だって YouTube っていくら使ってもコストがかからずに影響力だけ強いわけですよ。そして一旦 YouTube にアップロードすると、もう作らなくても明日も明後日もし明後日も来年もその YouTube っていうのは残り続けるんですよね。こんなに素晴らしい営業方法ないわけですよね。で、確かに、ね、再生数が最初から1万とか10万ってならないですよ。ならないんですけども、ただ対面で行くよりは随分楽です。で、 YouTube に動画をアップロードして興味を持っていただけたら、そこからね、マンツーマンで行くなり、会いに行くなり、いろいろとやり方はあるわけなんですけども、やっぱりね、YouTube で利点っていうのは、アカウントを持ってない人も YouTube は見れちゃうんですよ。ね、Facebook っていうのはアカウントを作らないと見れないですよね。Twitter もそうですよね。YouTube だけアカウント作らない人が動画を見ることができるという、そういう SNS になってるんですよね。ナミさんの選択、素晴らしいと思います。まあ、これからもよろしくお願いします。それでは成功を祈ります。